高身長イケメン一人だけ新刊に呼ばれないでほしいです。今回は夏に着たいトレンドアイテム7000でしょう。シウンという低身長向けのブランドのディレクションを務め、ファッション YouTuber で3年間活動していき、低身長ファッション YouTuber という謎のくくりでは圧倒的1位を走るこのワムーはですね、夏に着たいトレンドのアイテムを7個話していこうと思います。この動画だけを見れば、夏に僕たちみたいな低身長男子は何を着たらいいかすぐに理解できる内容になっていますので、よかったらですね、最後までこの動画をご覧ください。では本編ましょうか。せーの、病気展開ダンちゃん。まず1個目のアイテム、こちらです。スキッパーシャツ。今ね、僕も着ていますが、このスキッパーシャツはコンフェクトのものですが、シウンからもですね、詳しくは言えませんが、低身長でも着れる最高のスキッパーを一応今準備こちらしておりますよ。せいせいせい。スキッパーシャツは2年前ぐらいから注目されだして、去年の春夏秋冬といろんなドメブラがたくさん作られていて、秋冬に関してはセレクトショップのオリジナルで作られているのをたくさん見たぐらい、スキッパーシャツは時代が来ています。なので今年の夏はですね、ぜひスキッパーシャツを着てみてください。スキッパーシャツのいいところは襟がついていますので、普通に T シャツを着るよりも綺麗めな印象に見えます。そしてですね、こちら襟ぐりが深いものが多いので、首が長く見えて相対的に顔が小さく見えます。なのでスキッパーシャツはめちゃくちゃおすすめです。これらの理由からスキッパーシャツはトレンドですし、低身長にもめちゃくちゃおすすめです。次はこちら、薄手のデニムパンツです。デニムは今もまだ継続的に流行っていまして、こちら写真のものはコンフェクトのシャツ今も着てるけど、まあたまたまこちらもコンフェクトのアイテムでございまして、薄手のデニムの中でも特におすすめなのが濃い色のデニムだと生地が薄くてもきれいめなしっかりと高級感が損なわりにくいので、低身長で子供っぽく見られやすい僕たちでも綺麗に履けるんですよ。なんで色の濃い薄手のデニムパンツをぜひ履いてみてください。で次はこちらです。レザーサンダル。レザーサンダルは去年グルカサンダルが流行ったのが記憶にもね新しいですが、もう一年って感じや。去年の夏から何があった、逆に何もなかったの、もうブーンってきて、もう今年の夏やねんけども、今年の夏もレザーサンダルが流行ります。たくさん GU とかからもレザーサンダル出ると思うので、ぜひですねプチプラタイでもチェックしてもらって、靴ずれとかが怖い方はちょっとね高めの、まあ、3万円ぐらいのパラブーツのサンダルを履いていただけると靴ずれが少ないかなと思います。で次こちらです。レギュラーカラーシャツ、まあ、これはね定番のアイテムでして、一年中着れるアイテムにはなるんですが、レギュラーカラーのアイテムを着ていただけると間違いなしです。夏って男性はどうしてもファッションの種類が少ないから半袖短パンになっちゃう人も多いですよ。ただそれを低身長の僕たちがやっちゃうと、虫捕り少年かな、またはカツオくんかな、おい磯野野球しようぜっておなじみの中島くんかなってなっちゃうんですよね。なのでそれを避けるために夏は半袖のレギュラーカラーシャツを着ましょう。シャツはきれいめなアイテムなので、低身長の子供っぽい印象を払拭してくれるんですよ。なのでとりあえずレギュラーカラーの半袖のシャツは1枚何か持っておくことをお勧めします。でその次がこちらです。白いパンツ。白パンはねもうもはやトレンドから定番に移り変わって、とりあえず1本は持っておきたいんですが、夏は余計に白パンが欲しくなる時期です。僕は全然夏でも黒いパンツ履くんですが、夏に白いパンツを履くだけで今まで白パン挑戦したことなかったよという方も、夏は白パン挑戦しやすいんですよ。やっぱりもうめちゃくちゃ蒸し暑い中真っ黒い服を着ているのも、まあ、もちろんかっこいいし僕もねそんな感じですが、やっぱり白パンを履いて爽やかな印象の男子が好きっていう女子もね多いと思うんで、ぜひね白パン挑戦したことない方は夏一番挑戦しやすいいいきっかけになると思うんで挑戦してみてください。で普通のね細身の白パンとかだとノンスタイル石田かなってなっちゃうんで、ノンスタイル石田さんがねダメじゃないですけども、まあホスト系とかねなっちゃうんで、おすすめは白いカーゴパンツとかが白パンを取り入れる際にはおすすめです。
で次はこちら、綿朝のアイテムです。今空前のカジュアルトレンドで、とりあえず一昔前まではポリエステルレーヨンとか使って、もうテロテロのドレープ感ある綺麗めな服を着ていこうというトレンドがあったんですが、今は逆に綿とか朝をこう緩く編んで、それをガシガシに製品洗いして、こういう熱風が出る、あえて悪い言い方をすると使い古された、もう10年ぐらい着とんちゃうんかっていう雰囲気のアイテムが流行ってます。それもあって、夏はリネン朝、綿オア綿朝の生地を買ってもらうと間違いなしです。ただ綿朝だけじゃ結構ごわつくっていう方も多いと思うんで、その時はね、綿と朝とちょっとだけレーヨンとかが入ってたりすると、一気に生地として扱いやすくなりますので、綿朝が多めに入ってる服をぜひ選んでみてください。で次こちらです。襟元の広いアイテム、これはね、何のことかというと、1個はヘンリーネックとかキーネックとか、こういうスキッパーとかポロシャツとかオープンカラーとか、襟元が少し緩いアイテムを選んでみてください。オープンカラーも今はトレンドカラー定番に変わってきていますが、開き具合の絶妙に緩い、力を抜けたラフな感じのレギュラーカラー寄りのオープンカラーみたいなシャツももしかしたら準備してるかもしれないんで、よかったらお楽しみにお待ちください。今回は夏に絶対に流行るトレンドのアイテムを計7個紹介していきました。1個目がスキッパーシャツ、2個目が薄手のデニムパンツ、3つ目がレザーサンダル、4つ目がレギュラーカラーシャツ、5つ目が白いパンツ、6つ目が綿朝の素材、7つ目が襟元の広いアイテムでした。ぜひこちらスクリーンショットをしてお買い物の際に見返してください。で、このチャンネルでは164センチの僕が低身長男性をかっこよくするための情報を発信しています。僕と同じで身長に悩んでいる方はぜひフォローをお願いします。日本中の低身長男性をかっこよくして、日本に低身長イコールかっこいいという新しい常識を作っていきます。ではご視聴いただきまして、あとしゃまたお会いしましょう。以上、アーリーベッテルチ、さよなら、バイバイ。